あのね、飛行機の設計家とか機械を生産設計した人たちっていうのはこうどんな時どんなにその時は善であると思ってやっても、やっぱり時代の風化の中で機械文明そのものの手先になるから無傷じゃないんですよ。呪われた夢なんです。